光秀殿、久しいな。上様もお主に会いたがっておるぞ。申し訳ない。戦に次ぐ戦で余裕がないのだ。越前にいた頃とは境遇が一変してしまったのでな。越前では互いに暇を持て余していたからな。いや、鍛錬に励んでいたお主は暇ではなかったか。あの頃は明日の米にも困る暮らしで、鍛錬の他にすることもなかったのだ。ほう、吉影殿から淵をもらっているものとばかり思っていたが、違うのか。吉影様からそのような申し出はいただいたが、丁重にお断りしたのだ。一回の浪人に過ぎぬ俺では、淵をいただいても何らお返しできぬと思ってな。石頭の光秀殿らしいな。物の不が皆お主のようであれば、世もこれほど乱れなかったであろうよ。